ということで本日の第2弾でございます。あ、第2弾にしなくてもいいんじゃない、これ YouTube なのでね、あのこっからまた2です、ね、はい、そのまま続けてね、かな、わかんない、どうなるかわかんないから一応2です。でですよ、10分でお話しするんですけども、はい、何をお話しするかっていうと、パートナーシップのお話をしたいと思います。パートナーシップとか男性性って開花しようとかって思うんですか、男性の人って。男性は、基本お猿なんで、あの男性性を開花しようとか多分考えない、考えなくても、うん、なんか意味がちょっとよくわからないけども、例えば女性だとその女性性を開花しようっていうね、やってる連中いっぱいいるけど、うんうん、でも男性はそんなこと考えない、考えなくても、まあ、そのままそのままだね。だから唯一考えることは、うん、いかにしたら女性にモテるかっていう、そういうことを考える。それが男性。あ、そんなこと考えてんの？そうそうそう。だからそれが男性にとっては、あの男性性、ある意味要はモテるようになるっていうことは男性性の快感の一つでもある。あ、そう。うん。だから女性と全然やっぱり考え方が根本的に違う。それさ、女性っていうかみんな奥様方知らないんじゃない？あ、知らない、知らない。主人が例えばその女性性、女性の方は女性性を快感しようとか一生懸命やるけれども。うん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 、男性はどう思ってるのかってことはそれ知らないと思うよ。ああ、知らない、知らない。でまして若い息子たちとかならわかるけれども、うんうん、ご主人とかがそんなことを思ってるなんて、うん、ああ絶対わかんない、わかんないし、うん、え、年取ってもそう思うの？年取っても男性っていくつになってもやっぱり女性にモテたい、本当に。そうそうそう、そうなんだってちょっとびっくりですよね。そうそう、だけどこれはあくまでも僕個人の意見なんだけども、うん、でもそういう、例えば男性の人でもそういう話を聞いて、うん、初めて自分がそうだったっていうことに気づくような感じだから、自分自身でもそういうことに気がついてない男性っていうのはたくさんいると思う。へー、僕はこうやって言葉に表現することができるんだけども、うんうん、他の男性がみんなできるかつそうじゃないと思う。あ、そうなんだ、うん、そっか。じゃあ面白いね。女性はすごくこう女性性を開花しましょうっていうのをやって、うん、なんか気がついていくでしょ、うん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 、ね。でもあのやっぱ昨日ねそのご招待いただいてねお話しした中で、うん、やっぱ女性性の開花のことをやってるお仲間なんですけども、あのやっぱりさ、そういうことをしようと思っててもグループが日本って女性だけじゃない、うん、海外ってそういう時ってあのちょっとセクシャルなこととか、うん、セクシャリティをこう上げていくっていうようなワークショップって必ず男女同じ比率ぐらいにいるよね、うんうん、女性だけのグループでそういうのやってるってあんまり聞かないかなって思うんだけど、うん、正直なんか女性だけでそういうことをやってる、ね、人たちいっぱいいるけども、うん、もうはっきりはっきり言いますよね、ここはっきり言うの、ここ見てはっきり言って、ね、ここはっきり言いますよ、うん、女性だけで、ね、ごちゃごちゃやってても女性性なんて一切開花しないので地球っていう惑星には男性と女性がを神様が作ったの、それは何でかって、お互いが切磋琢磨してお互いの、うん、持ってるものを伸ばしてあげる。でそれどうやって伸ばすかって言ったら愛すること、愛されることを学ぶっていうのが人間が地球に生まれた最大の課題であるのね。それをあの一つの女性っていうジェンダーの中だけでいろいろ話し合ってこうやるああやるっていう、そういうぬるま湯の中に使ってて、女性性ってのは絶対開花しないです、僕はもうこれ断言します。それは男性がいて初めて女性って女性性が開花するんですよ。だからそこをね絶対勘違いしてほしくない。もう大きい間違いを犯してる人たちね日本中いっぱいいますよ。もうお金と時間の無駄遣い。そうね、日本ね、でも海外ではそうじゃないけれども、うん、だから本当にさ、そのなんだろう、セクシュアリティを上げれば女性が開花するかって問題でもなくって、うん、あの本当にね愛し愛されっていうこと、うん、基本、うん、だから愛し愛されがないくなってる夫婦だったらば、うん、根本そこが違うっ
ていうか、なんかもう学びがないっていうかね、うん、ちょっと分かんないけれども、一概には言えないけれども、うんうん、でもやっぱりもしかしたら次の学びがあるのかもしれないなって、私はそこを通り抜けてきたので、なんかそういうふうに感じますね、うん、それはね。女性性を開花したければ、うん、まず最初にやることは自分の身近にいる家族、うん、要は旦那さんとか家族ね、うん、子供たちをもう一回向かい合うでお話をする、うん、で、うん、特にその旦那さんとかとちゃんと向き合うお話をする、うん、でいろんなことを語り合うで、その間にあるその相手を愛すること、愛されることっていうことを再確認すること、それができなければ女性性は絶対開花しない。相手を変えたからって最初は熱々の 時期がある、でも時間が過ぎれば結局前の旦那さんと同じような時間をまた迎えてしまうっていう、要はその女性自身が変わらなければ、うん、その人の女性性っていうのは絶対変わらない、同じレベルのまま。そう、あとさ、あと女性もさ、例えば1罰2罰3罰っていると思うんですけど、うんうんうん、例えば昔は結婚したことがあっても今も結婚しませんっていう人もいれば、うん、まだ次のパートナー探してますっていう方もね、やっぱり一人より二人だよねって言って探される方もいらっしゃるし、うん、でうまくいく方もたくさんいるんですけれども、やっぱりさ、なんだろう、私の偏見かもしれないけれども、うん、やっぱりその女性性とか絵画とかそういうことって本当に一人じゃできない、うん、女性一人ではできない、で女性だけのグループでも本当にできない、絶対できないと思っていて、うん、で女性がじゃあどうして女性性を開花させたいのかっていうと、さっきの男性の方と同じと思うんです、うん、男性は格好よくなりなって、うん、女性のためにモテたいからかっこよくなるでしょ、うん、で女性はなんで開花したいかって言ったら、やっぱり男性を喜ばせたいとか、うん、喜んでほしいとか、うん、っていうのがあって、だから喜んでほしいってことは愛されっていう関係を作っていきたい、慈しみ合って育んでいきたいっていう気持ちが根底にあるから、うん、そういうふうにして開花をして、あの綺麗なお花にね、咲きたいわけじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそういうのがさ、やっぱりまあ私一人で喋った時も言ったことあるんだけど、うん、なんか狂い咲いちゃったような、うんうん、そういうことってやっぱり今の時代も求められていないと思うのよね、うんうんうん、女性は女性たるものはその人らしく花が開くっていうのは、いくつになっても咲き続けることはできるし、うんうんうん、だからそしていくとね、素敵な女性がね、うん、たくさん増えてくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱりなんか人のために生きるって意味じゃないんですよ、それはね、うん、だから誰かがそれで喜んでくれるわけじゃないですか、うん、で男性だってかっこよくなったらもちろん奥さんはね喜ぶし、うんうん、やっぱりそういうのをやるのがなんか男女だよねって、うん、だって鳥たちだってそうじゃない、うん、ね、恋でこうね、なんかこう誘ったりする時のオスの鳥がすごい素敵になったりするのと一緒で、みんな動物そうだよね、カッコつけるよね、うん、そうそう、ライオンだってね、ね、犬だって猫だってみんなカッコつけるし、うんうん、それが普通なんじゃないってすごく思いました。やっぱりオスとメス、男と女がいますよっていうね、うん、だからそういうのを大事にしてね、パートナーシップとか愛される関係、うん、ね、そうだね、いいですよね、うん、難しい、私たちもまだ発展途上でございます、うん、大変だよねそこはね、愛し愛されて難しいの、本当に紙一重のところで行ったり来たりしてるようなのを経験してますよね、うんうん、だけどそれが楽しみでもあるし、でそれはいくつになってもできることなんだなって改めて思っているので、うんうん、ぜひぜひね、楽しく皆さん、このコロナで今ねお家にいると思うので、愛し愛されもう一回見直してね、そういうこともなんて当たり前じゃないもんね、うん、うん、そうそう、だからそこを本当に見つめ直すと、アフターコロナでいい、また
世界がもっともっと広がると思います。まだ時間ある。あともうちょっとです。ということで、はい、またありがとうございます。